はい、こんにちは。今回は、獰猛な高谷和氏の異名を持ち、攻撃力のある強打のボクサーを紹介いたします。アーロン・プライアー、ヘッドロック。アーロン・プライアーは、204勝16敗のアマチュア戦績を引っ提げプロ入りいたしました。ザ・ホークと呼ばれたプライヤーはプロ入り後36連勝し、世界戦を含め26連続 KO 勝利の記録を築きました。鷹が襲いかかるように鋭い連打で相手を追い詰め、無尽蔵のスタミナのプライヤーは相手が倒れるまで打ち続けます。その勇姿は野獣とも呼ばれたのでした。この獰猛な鷹のようなファイターは身長は168センチとスーパーライト級の中では小さな方でしたが、パワーと凄まじい攻撃力で自分より大きな相手を破壊し、スーパーライト級を席巻したのです。WBA 世界スーパーライト級6度目の防衛戦にアルゲルと戦ったのですが、この戦いがプライヤーを中量級最強と呼ばれるまで評価を高めたのでしょう。前評判はアルゲルが有利だったのですが、プライヤーの攻撃力が勝り、そしてプライヤーの打たれ強さはアルゲルの破壊力を封じ込めていくのです。迎えた14ラウンド、プライヤーが野獣のごとく突進し、鷹のごとく襲いかかり、ノンストップ攻撃を敢行しますが、アルゲルは断固としてダウンを拒否するので、信じられない数のパンチが解き放たれたのでした。沖縄の興南高校卒業後、プロデビューした具志堅選手は、デビューして2年4ヶ月で世界挑戦いたします。世界王者のファン・グスマンは、リトル・ファーマンと呼ばれ、21勝15 KO 1敗、うち初回 KO 勝ちが11度という強打の王者です。具志堅選手は序盤から軽快に動き回り、一発を狙う王者を回転の速い連打で圧倒し、ダウンを奪っていきます。冠鷲と呼ばれた具志堅選手は、その異名通り相手がひるむと一気にラッシュをかけ、猛烈なパンチを振るい続けるのです。強打のグスマンから奪った世界王座を具志堅選手は13度防衛いたしました。この防衛回数は未だに破られていない日本ボクシング界の記録でございます。モンシャン・マハチャイとの防衛戦では凄まじい攻撃を上下に放ち、最後は得意の左ストレートから
右フックを返し、相手を失神させました。韓国の鷹と呼ばれているチャンジョンクーは、若い頃から韓国でストリートファイトに明け暮れ、アマチュア経験のないまま17歳でプロデビューし、順調に勝ち進み、イラリオ・ファパタの世界王座に挑戦いたしました。チャンの特徴は攻撃がパワフルで突進力があり、頑丈で打ち合いに強く、スタミナ旺盛で手数が多く連打が止まらないボクシングです。王者のファパタは軟体動物とも形容された防御テクニックを駆使する技巧派ボクサーですが、チャンの馬力に体力をそがれ、心も折られ、3ラウンドにギブアップしたのでした。大橋選手との試合では、強いプレッシャーをかけて常に前進し、接近すると左右の連打と右アッパーで大橋選手のガードを崩しにかかります。チャンは相手がひるむと強いパンチを上下に打ち込み、一気にラッシュします。時には相手のガードをしっかり観察し、空いてる場所と急所を狙って連打を放つこともあります。稲見選手との試合ではチャンは減量に失敗したのですが、初回からまさに鷹のごとく襲いかかり、力強いパンチを打ち続けるのです。Introducing Julian the Hawk Jackson。 角刈りで武骨な風貌のジュリアン・ジャクソンは、凄まじいパンチ力で衝撃的な KO を量産する反面、防御面に甘さがあり、顎が弱いという特徴を持っております。中間距離からやや近い位置でのフックが凄まじい破壊力を持ち、被弾した相手は失神したり、棒が倒れるようにダウンするシーンを生み出しました。また、一発効かせた後の畳み掛けも鋭かったのでした。未来のスーパースターと期待されていた22歳のテリー・ノリスがゴーアン・ジャクソンに挑戦しました。スピードで勝るノリスは快調にパンチを繰り出し、試合を支配していたように見えました。パンチを何十発浴びようと、ジャクソンは一発のパンチで試合をひっくり返してしまうのです。ジャクソンのパンチはとにかく破壊力抜群で、劣勢でも一発で倒し、相手が
そのまま失神するといった展開を何回か作り上げたので、歴代最強のパンチの持ち主と言われているのです。無骨なザ・ホークは大した技術はなかったのですが、突出したパンチ力を武器にスーパーウェルター級とミドル級とで世界王者に体感いたしました。